女3人が15年アイドルやってるっていう、ネギっ子に人生と青春を捧げてきたので、私たちの大事な大切な新潟に今日来てくれた皆さんに本当に感謝してます。みんなついてきてくれるかな。振り返ればほら遠くまで来たけど。